始まるよ。信長の野望、新生。どうも、はじめましての方は、はじめまして、ポナヨです。信長の野望、新生、パワーアップキットの任天堂スイッチ版、やっていきたいと思います。で、はじめからいきますよ。前回ですね、前回っていうか前回のシリーズ、この大阪の陣でやったんですけども難しい、後期シナリオ難しいということで、今回は新しいシリーズは前の方のね、時代をのところやっていきたいなと思います。で、私の大好きなね、人がいるところでやるというね、予告だけはしてたんで、早速ね、発表していきたいと思うんですけど、尾張統一の四国の大好きな人無駄に回してみる。じゃん。この戦国の世で名を上げん。ね、じゃあここでやっていきたいと思います。おうちさん、あれ、ちょっと待って、設定超級でね、超級のこれって何なんだろうね。これありでいいのかなちょっとよくわかんないんだけど。で、格姫あり、姫武将ありでやっていきたいなと思います。ではスタート。はい、大内家でやっていきますよ。ここから始めようか。さあ、また読み物が始まりましたね始まりましたが、読みませんよ私は。そう、こちらです、私の大好きな方スエさん。スエさんかっこいい。でもあれだよね、元就にやられちゃうんだよね。で、また機内の話が出て、で、三国同盟になるのかな。あ、豊洲城、あ、村上さんがあれだね、上杉を頼っていくっていうイベントだね。許さんぞ。この辺のね、イベントは適当に流していきますので、ご了承ください。読めないのでね読むのが難しい、漢字がね、たくさんあって難しい。お父さん、おじいちゃんだ、雪村の。すごいね、ずっと賢い人が生まれてるっていうのがすごいね、受け継がれて。正幸も強いもんね、父上の子か。黙っちゃった若い、信玄若い。聞いてくだされ。あ、かっこいい剣士かっこいい、相変わらずかっこいい。このグラ好きだな。最も強い、ほんと強かったほんと強かった。 PK はまだやってないけど、無印版の時やったけど強かった片付けない。なんかもう一人で戦車みたいな感じねえ、一人でもう道をこじ開けていくような、そんな恐ろしい強さだった。だけどね、やっぱり武田とぶつかってると負けちゃうからね、いつも気づいたらなくなってるから。よし、じゃあストーリームービーも終わったところでね、果たしてこ4つ5つ、そして右には毛利、やっていけるのだろうかというところで、ちょっと不安ではあるんですけども、まずね、やっていきたいことがあります。やっていきたいこと、それはというと人事ですね。これね、ちょっと須江さんを使いたいので、この大内さんの娘を作りました、お姫様で。能力は完全にお父さんと一緒にしてあります。
なので大内さんが復活したというような感じではあるんですけども、これをねやっていきたい。そう、東京支えてくれっつって言ってるんですけど、言ってはいるんですけどお前にやるよとお前に譲ってやるよということで変えていきたいと思いますね。私の愛ゆえにですねこうさせていただきます。あ、威信が下がる。まあまあ200あるんだったらいいでしょう。いいでしょう、いいでしょう。生産。そして、この戦国の世に、末家爆誕ということでね。末家爆誕ということでね、やっていきますよ。さあ、人材配置と内政だけやってきました。で、外交も見てたんですけど、とりあえずね、大友さんのところを借りて何とかしないことには結構厳しいのかなと思って、大友さんと同盟親善やってます。で現在の勢力図こんな感じですね。最大兵力相当でいくと、いや三好家すごいな。大友2番なんだ。すごいな。大友さんっていつも大きいよね。兵数。あんま戦わないしね、それで。あれなんでなんだろうね。で、今川。まあ、ここま、まあそんな感じなのか。え、末さんここいる。毛利。あ、トントンなんだね。あ、でも城の数が少ない。ということは、さっさと内政して毛利に、攻めろっていう感じなのかな。やっていきたいんですけど、とりあえず今の日本全国こんな感じです。こんな感じね。で、私の末さんに対する愛をねちょっとここに編集でポンと出しときたいと思いますなんとですね、これツイートした文なんですけど、過去にね発売前に冊子の中に乗るかもしれないよみたいな感じで投票してたんですけど、なんとこの文言採用されておりました私の末さんへの愛が光栄テクモさんに認められたということで私は胸を張って末さんが大好きと言っております。はいちょっとした自慢を挟みつつ、じゃあね早速時間を進めていきたいと思うとります。どうしようかな。普通に考えたら、いやちょっと待って、多分ね尼子とね毛利やり合うからきっとね、ほらほらほらやると思うんだ。こことここは私アマゴやったもん。アマゴやって、思いっきりさ、毛利に攻められて嫌だったもん。だからね、始まると思うから、ちょっと始まるまで様子見したいと思います。内省しながら。で、奥さんの花ちゃん、ここにやってます。従属、ここが従属なのかな？確かね。ここにも神前投げといた方がいいかなと思う。ちょっと待って。制作しよう、制作。制度改新。あ、固有制作はない、ない、ないのか。じゃあ、制度改新1と、あ、かっこいい。この顔見るたびに、あ、かっこいいっていうのが出ると思うんですけども、それは許していただいて。で、防衛拠点もね、したいよね。ここ二つはもう入れておこう。あとはね、裁量刑場とかもね、やりたいんだけど、まあ、お金がないので、もうちょっと待ってね。待ってからやっていこう。さあ、動きは出るのか。お！今少しよろしい。円くん、こっちが頼む前に向こうが言ってくるかな。内藤さん！
ちょっと待って、あなた外交してるじゃん。早いよ内藤さん。大丈夫、下がってるね、ちょっと下がってるから、もう前投手にちょっと立ち交代同盟23ヶ月あるんだ、これは心強いね。こっち攻め、こっち手伝ってほしいよね手伝ってもらえるのかな、こっち攻めるのに使った方がいいのかな、わかんないね、わかんないね、こっちも欲しいけどね。まあ毛利さんの様子を見て絶対戦うでしょ絶対戦うでしょ、戦わないかな、まだ動かない、まだ動かないかな、おかしいな、私これ全く同じ山子でやってたけどさ、すぐ攻めてきたよすぐ攻めてきたけど、攻めてこないねそう、 うちの武将見てなかったなっていうことを思い出しまして、こんな感じです、こんな感じのとなっております。なかなか強いんじゃないのかな、70超えてる人がいるもん。内藤さんがね赤いけど、まあ70超えてる人が統率75、1234え、武勇、武勇は一人だ武勇超えてるの一人だ、ちょっと厳しいのかな、そしたら。で先方同士打ち、あそう、この人混乱だ、二宝さん、そう高森、そう花ちゃんのところにいる、混乱一人いるし毛利だけどなんとかなるかな、わかんないね、わかんないね、まあだけどこんな感じです。ではね、またちょっと動きがあるまで進めていきたいと思います。どうしよう、全然動きがありません。外交で40溜まったので、援軍、あこっちしか無理なんか、2000じゃな毛利に来てほしいんだけど、それはできない、どうしようどうしよう、もうこうしようもないんだけどさ、この辺さ取っちゃう、火がついてるね、どこ、ここら辺戦うのかな、全く動きがない全く動きがない、毛利さん玉子さんやればいいのにね。でなんやかんやで兵力が増えてってるから、いやもうこっちから攻めた方がいいんじゃないっていうレベルなんだけどどうしよう、1800、天野さん使えないってなると結構大変だから、今ね制作の3を入れて城主入れ替えできるようには動いてるんだけど、ここの津和野城防衛拠点にして毛利に攻めていきたいなっていうふうには思ってるんだけど、なかなか制作も終わらないっていうどうしてる、もうほら長尾とかねすごいんだよ、もうほらほらバンバンあっちの方動いてんのにさ、こっちは全然動かないんだ。そして病、内藤さん、内藤さん早く制作終わって、あなんか破壊が出たね、破壊の愚心が、雨乞い行けっていうね、違うね、雨乞い行くとね絶対毛利来るから絶対毛利来るから、案がございますで難しいって言われてるしね、難しいって言われてるし、早くね農地開墾したいんだけど人がいないっていうあれか、代官減らしてやろうか
名付け。心得まして。さあちょっと内藤さんにねえの農村大農村だけ作ってもらって、早くね攻めれるようにねしたいんだ。動きなよ動きなよ、やりなさいよ。ほんとあれだね、あのいつこっちに来ようか考えてるんだよね、ここ2つがね。こっちがお前らやり合えよとかって思ってるけど、向こうは向こうでこっち早い動きよって思ってるんだよね。まあ AI だからね、わかんないけどね。だけどね、いつもそうだよ、自分がやってるとこにいっぱい来るんだよ知ってるよ。本当に本当に動かないね、本当に動かなくてびっくりしてるんだけど。こっちも動けないしな。あれでも長級だから向こうの方がね育つのが早いから、早く攻めないとダメなんだけど、全然攻められない、動かない、本当に動かなくてびっくりなんだけど。なんならあれかな、山田にゼロ燃えてんじゃん、こっち行く、アマゴ攻める。でもアマゴじゃないだろうな、こっち行くかな。けどね、変に援軍使ってこっち攻めさせても山田が潰れちゃっても困るからね。合戦で勝てるかだよね、あとは合戦で勝てるのかな。ほんと動かないね、ほんとに動かない、こんなに動かないの。ほらやり合いなよ。あ、内藤さん、天命か、いたしかたなし。いやー、過労がなくなった。早い間にあれだな、やっててよかったな。そしたらこの制作キャンセルされないもんね。すごい、いっぱい滅亡してるもうなのに、なのにこう東北めっちゃ動いてるのに。よしよしよし、制度改正3が来た。これでちょっと城主変更して攻めれる体制作っていきたいと思います。はい、ということでね、人材配置してきたんですけど、まあ毛利を真正面から殴り合うのやっぱ嫌だなと思ったので、こっちに防衛拠点設定しました。で、天野さん使いたかったんだけど、矢倉なのが天野さんしかいないから、もうこっちで天野さん使っちゃおうかなと思って、でどこで見れるんだったっけこっちだったかな、こんな感じにしてあります。新拠点じゃない、こんな感じにしてあります。なんとですね、材木庫2人配置してで、せいろこんな感じでいいのかなとか思いながら、ちょっとここの辺わかんないんだけど、まあまあこんな感じでやっていこうかなと思います。なんせね、甲状腺なり防衛性が苦手なので、あのアドバイスいただけると嬉しいです。ということでね、続けてやっていきたいと思います。こういうのもあれだな、自社はいっか、まだ正直そんなに、うん、恩恵がないのかな。本当に動かないね、本当に動かない。あ、東洋がある、東洋が出てる、欲しい、愚心いたす、お願い、人は欲しいのでお願いします。あ、動いてる動いてる、山名動け動け、いいぞ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 、すごいね、動いた動いた、ようやくだね、ようやく高田だけど、変なところに飛び地があるね、守れないじゃんこんなんうわ、九州もやっぱ島津は暴れ回ってるね。あ、農地開墾出た。農地開墾しよう。農地開墾。わかりました。攻略目標。
攻略目標だね。あ、入れようかこれも。農地開墾して。始めようぞ。農地開墾して破壊を。お話がございます。入れよう。難しいんだって。あと何日？あ、10日な、10日だったらいける。行こう。やってしまおう。やってしまおう。どうなる？あ、陥落させた。陥落させたって。わお。そんなことが。あれだな。そしたらさ、矢花に神前入れて、天野さんは自分のところしといてもらって。承知いたした。でもすることもできないのか今。あれが足りない。表情集何があるの。こんなのがあるんだ。でも舞台能力下がるの。これ以上下がったら困るよ。忠誠も下がるし、あんまないね。あんまりなかったということで。あ、燃えてる。どこ行くんだろう。燃えてる。あ、燃えるのやめた。労力が足りない。あ、破壊失敗した。で、農地開墾が終わった。動いてしま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 ったということはチャンス？まだやん。絶対ここ防衛拠点にしなかったのに。でもそれでも結構いるね。まあ様子を見よう。様子を見よう。そっちに、山吹に行くんだね。どう考えてもこっちの方がと思ったけど。さあ。おう、全面戦争。全面戦争が始まった。よし、能力増えた。どうなるかな。あ、あれ、来た来た来た。強い強い強い。テンションが上がる。やった。ありがたい。あれ、防衛拠点解除してもいいんじゃない。防衛拠点解除しても、解除して、一緒に出てもらう方が、いいのではないかというレベル。だね。解除しようか。あれだな。これ、こういうの、よくないんだろうけどね。兵糧的にもね、ないもんね、お米。お米ないけど。まあまあ、いいでしょう。どうなるどうなる。うわあ。結構、二つのお城同時に攻めてるんだ。いやあ。動いてる動いてる。頑張れ頑張れ頑張れ浜子、頑張れ浜子。うわあ。ガッサントだが、山名にやられるぞ。よしよしよし。なんかよくわからんが豊作だ。やりました。よし、そしたら行こう行こう。ようやく待って、ここまで待って、ようやくチャンスが出てきた。ようやく待ってチャンスが出てきた。ではね、ようやく動きが出たところで、ここで終わりにしたいと思います。ちょっとね、動画が長くなっちゃいそうなので、ということで、ご視聴いただき、
ありがとうございました、次回からね積極的に攻めていけたらなと思っております、高評価、チャンネル登録、コメント等で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ぽなよでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。